皆様ごきげんよう、誉れあずさです。誉れの間第39話ご覧くださりありがとうございます。本日のゲストさんは、誉れの間収録前に高円寺でポートレート撮影を行ってくださった写真家の古川さくらさんです。はい、主に写真家として活動しております。現在はデザインの専門学校に通っていて勉強中です。古川さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日は高円寺までありがとうございました。いや楽しかったですね。楽しかったよなんか本当は初めましてなんですけど、あんまり初めましてっていう感じがしなくて最初集合場所がなんか思ってたところと違って電話でどこここ一緒見つかんか青い車のところあーとか言って、なんか一回青い車なんて止まってんのにそんなに見つかんないよと信号走って、会ってみたいな、なんか、よろしくお願いしますみたいな感じの出会い方ではなく最初からラフな感じで出会いましたね、どうでした今日？いやめっちゃ楽しかった。楽しかった。いや、いいの撮れました。楽しみにしてます。まだ見てないんだよ。あ、そうですね。これから。これから。なんか私どうして私が古川さんにお声掛けした時、なんかインスタグラムのストーリーで、天使の格好をして一緒に散歩してくれる方を募集してますっていう変わったものを、なんかあこの子面白いかもしれないと思ってお声掛けしたんですよ、だから今日すごい会うの楽しみにしててそうなんですか、はい、それがなんか面白そうな子だなっていうのが第一印象です私の本日4つの質問をしてさくらさんについて深掘りしていけたらなと思います。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず一つ目の質問に行きたいと思います。はい、ルーツについて、今の写真家の活動をしているルーツ。はい、そうですね、もともと SNS でこう自撮りをたくさん投稿してて、なんか自分のこと出し大好きなんですけど、そう自分可愛い自分をこう自分のブランディングで上げていくっていうのをやってたんですけど、毎日自分が見る自分みたいなのを記録してた時に、他人から見たらどういう印象なんだろうみたいなことがこう浮かんで、それで人に撮ってもらうようにこう被写体の方を始めたんですけど、そしたらすごい面白くて、なんかこう自分の持ってる自分と違うものが映ってて、こう私もなんかそれと同じように自分から見たこうその人みたいな、自分から見た大好きな人の大好きな瞬間みたいなものを収めようって思って写真を撮り始めました。自分のことが好きっていうかなんだろうな、なんか私は、はい、なんか自分のことを好きなのか好き、まあ、嫌いではないですよもちろん、なんか作る仕事してるから、嫌いじゃないんですけど、なんか いつ好きって思うって思っちゃうあーなるほど。でも私はなんか内面的に自分のことが好きなわけじゃなくて、顔が好きなんですけど自分の、なんでなんか結構ちっちゃい頃から感覚的に自分の顔が好きで、普通にこう気づいた時から鏡見たら可愛い人が映ってるみたいな感覚だったので、そうなんか特にこうきっかけとかはないんですけど、ずっとそんな感じで育ってきました。じゃあコンプレックスとかは特にないないですね。ない。羨ましい。本当にないかも。なんかこう撮影してる時にこうメイク薄い人好きっていうのをさらっと、ね、さらって好きです。どうしてなんですか。なんかこう化粧薄い人って、まあ、家帰って化粧落とした時に基本的にあんま顔が変わんないってことじゃないですか。なんかそれめっちゃいいなって思って。無防備感もあるし、なんかやっぱありのままみたいなところがどうしても好きなので、自然体感っていうのもあってすごい好きです。あと肌荒れとか逆に好きってところがあってそうなんかこうありのままみたいな生き方をしてる人がそもそも好きなので、化粧が薄いっていうのもなんか近いものがあるかなと思って好きです。なんか次の質問のこだわりにもつながってくると思うんですけど、その写真撮るとき一番こだわってることとかありますか？現実味があるかどうか
っていう感じなんですけど、うん、レタッチをするじゃないですか写真って、はい、で今の流行りだとか、まあ、多いのってこうほわっとしたレタッチで淡い色みたいなものが結構今は多いかなっていう印象があるんですけど、なんか自分はこうきつめの色っていうかちょっと濃いめの色にしてこう現実感っていうかちょっと重たいようなレタッチにしてて、うん、なんか夢の中みたいな印象じゃなくてこう現実であった記憶っていう雰囲気が伝わるようなレタッチをするっていうところにこだわりを持っています。なるほど。なんか一番その写真撮っててエモいなって思う瞬間とか、あ、なるほど、ありますか？そうですね、なんかニカーみたいな笑顔も最高だと思うんですけど、うん、私はこう微笑みの一歩先ぐらいのふっていうこうなんか自分一人で笑っちゃったみたいな顔を収めるのめっちゃ好きで、それをもう撮れた時はやった今日ももうこれで十分成果出したぜみたいな気持ちになります。いや今日撮影してる時にまずだから駐車場か何かで撮った時に、うん、遠目からこう撮って急に走ってここに近づいてきた時があって、うん、おおみたいな多分撮れてると思うんですけど、そうなんかそういう顔が好きなんですよ。びっくりとかこう作ってない時の顔みたいなのを、まあ、気候に走ってよく引き出したりとか急に飛んだりとか跳ねたりとかしてびっくりさせたり笑わせたりっていうのはやってるかもしれないいつもすごい自然とこう初対面だったのに、うん、いっぱいこう話してくれたり、うん、こうなんだろう、私が感じたのは自分のことを話すことによって相手のなんか信頼っていうか、うん、をリラックスさせてあげようじゃないけど、うん、なんかそんな気遣いも感じられました。そうですね、やっぱ自分がこう素で自分のことをいっぱい出していかないと相手もやっぱこうなんて言うんだろうな、硬くなるっていうのはあると思ってて、うん、自然なものが取りたいので結構すぐ友達感覚に、まあ人によってちょっと距離感あれってなるかもしれないんですけど結構近めで喋ることが多いです。なんかほぼ8割ぐらいタメ口で私嬉しかったです。苦手なんですよ結構そうめっちゃ苦手なんですよタメ口でしたね。いやいいと思います、ありがとうございます。むしろ嬉しかったです。じゃあ3つ目に行きたいと思います。はい、心安らぐ場所、これなんですけど、やん悩んで、悩むな。でもお風呂かな。でお風呂全然好きじゃない、入ること自体はそう好きじゃないんですけど、はい、湯船でこうドラマとか見ながらみかんとかフルーツとかアイスとか食べるのがめっちゃ好きでなんかちょっと汚いかもしれないけどなんか一番リラックスできるし、やっぱ実家なんですけど今、はい、誰も入ってこないんでお風呂が。あ、そうですね、部屋は結構入ってきちゃうんですけど結構躊躇なく、そうお風呂場はやっぱそういう安心感があって好きですね。一人の空間。そう、うん、うん、そんな感じです。食べ物も好きなんで好きと好き掛け合わせたらめっちゃ落ち着くじゃんみたいなで一人と食べ物みたいな感じで、そうついでに持ってったらハマっちゃって、私もやってみますっていうか、やったことあるんですよ。オレンジジュースを持って入るっていうのに正直ハマってました。いやでも水分補給が結構大事、意外とお風呂はマジで喉乾くじゃないですかお風呂って、なんかそうだからそうね、水気飲むものとか水分補給は。あ、じゃあ長時間戦なんですね。いやお風呂意外と短いですすぐ喉乾いちゃうの、なんかお風呂でだから短いかも結構普通に。へーありがとうございます。じゃあ最後に今後挑戦したいこと。今後挑戦したいことは、なんだろうな、あ、もうつかなくなっちゃう。あ、そうそう、なんか泊まりがけの撮影がしたくて、はい、自然体みたいなものをこうやっぱ意識して撮ってるんで、一日生活したら絶対に気抜くと思うんですよ、ね、無理じゃないですか一日中気張るなんてだからそこはまあちょっと粘り合いになっちゃうかもしれないけど、そのもう本当にもう気抜いたっていう瞬間を撮りたいので、まあ、泊まりがけって、まあ、結構予定とか合わせるのが大変だからできてないんですけど、それがやりたいっていうのと、あとデザインの勉強してるので、こう写真を撮ってそれをこうポスターとか雑誌風に加工して作品として残していきたいなっていうのがあります。あ、いいですね。あ、本当ですか、うんうん、
興味あります、すごい。ぜひ文字が好きなんで、文字が好きなのでいいですよね、いいですよね、本当に。そう、それやりたいですね。楽しみにしてますありがとうございます。あ、そうだ、なんか室内と外でのポートレートってどっちがいいですか？いや、私断然外です。外なんですね。なんか自然体撮りたいって言いつつ、外ってあれって思うかもしれないんですけど、うんうん、なんか二人っきりのが意識しませんか？やっぱ私こうカメラって視線に近いものがあると思うんですよね、はい、だからなんか周りに視線がいっぱいある室外の方がカメラを意識しないかなっていうのがあって、あ、例えば部屋とか室内入って二人っきりとか、まあ、2人モデルさんを連れてきたら3人とかなった時に視線がまあカメラ入れて3つだけになっちゃうから、それってめちゃくちゃ意識するなと思って、それが難しいなって思うので、外の人が多いところの方が帰っていいかな。1日とかだったら。そうですね。でも泊まりがけで室内ってすごい面白そうですよね。そうですね、泊まりがけの室内やっぱ結構チャレンジっていうか今までとは違う感じなので、まあ、やってみたいなってめちゃくちゃ思います。楽しそう。なんか絶対服とか、どういうこと？え？何？超リラックスモード。ああ、そうね、そうね。なるほどね。脱ぎっぱなしみたいな。そういう生活感のあり。あ、全然あり。もうなんか部屋ちょっと汚いぐらいだったら全然。私撮影に支障が来て、その足の指がなかったらカメラ入れないからあれだけど、足が歩ければいい。歩ければいい。じゃあもう本当にその人の自然体が、うん、あんま掃除してほしくない。人ん家行くとしたら、行くとしたら面白い。そう、本当に私なんか人ん家、人がこう自分家に来るときに掃除するのがよくわからなくて、なんか嘘ついてるみたいな感じがして、あ、そうかもしれない。嫌だから、まあ、自分は掃除しないし、あんまり、ね、ちょっとするけど、あんましてほしくない。関係ないかこれ全然関係ないこと言ってる。ありがとうございます、はい、じゃあ最後に告知お知らせをしてはい、SNS でね、デザインの勉強してることと写真を撮ってることでデザイン依頼だとか写真の撮影依頼を受け付けているので、まあ、概要欄に貼ってくださるということなので、そこからリンク飛んで、何かメッセージいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ本日の配信はここまでにしたいと思います。最後にスライドショーもございますので、ぜひ楽しんでご覧くださると嬉しいです。はい、改めまして本日のゲストさんは写真家の古川さくらさんでしたありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ一緒にいきます。せーの、おまれのま、バイバイ。Borderless TV.